はい、ということで、みやたんです。どうも、おはこんばんにちは、マインド。はい、ということでですね、今日はね、何の動画やねんということですよね。まあ、スケジュールいっぱい詰まって忙しいみやたんですけども、今日はみんなのその動画のコメント、トレーラーの件とかね、いろいろあのやっていかなきゃいけないことがあるんですけど、まず先にね、これをちょっと動画を撮ってきたいなということで、ちょっと撮らさせていただきました。ということで今日はご紹介しましょう。今日はですね、なんとみやたん、ついになんと買っちゃいました。はい、バン。はい、ということでですね、ソニーのブレない 4K 空間光学でしたっけ、走って撮ってもブレないっていうやつね、買っちゃいましたよ、ついに。ということで今日は開封動画ね、YouTuber にとってビデオカメラっていうのは大事ですよね。はい、ちょっとお高いですけど買っちゃいましたんで開けていきたいと思います。いくぜー、バーン。はい、ということでですね、こちらソニーの今選ぶならブレない 4K、 レンズが動くからブレない、ズームしても圧倒的にブレない空間光学っていうのを買っちゃいました。で、いろいろある種類の中からなんですけども、みやたんはこの上から2番目の AX45 4K、空間光学手ブレ補修を買っちゃいました。内容の方はね、そんなにね、一番上とこれとあんま変わりはないんですけどね。はい、普通の HD で撮った場合は、3時間55分、で 4K で撮った場合は2時間40分ということになってます。はい、では早速開封していきたいと思います。はい、ということでこれ思いっきり上新ですね。思いっきり上新って書いてますよね。はい、で早速開けていきたいと思います。カメラ撮りながらやから、うお、これ買っちゃいましたよ。これソニーの 4K ハンディカム、FDR-AX45、 これなんぼする思います？はい、この光光学なんですけども、AX45、 普通のハンディカムでビデオカメラって大体3、4万出したら結構いいのを買えるんですけど、みやたんちょっと頑張りました。チャンネル登録数がバンバン増えていくんで、これはちょっとみやたんもね、もう機材ももうちょっとガッとええのん買っとかんとっていうことでですね、 YouTuber といえばやっぱりね、もう機材大事ですからね、そうそうグレードアップってことでですね、いつまでもスマホとか iPad でやってたらダメだなと思い始めてですよ、ついに、奮発して買っちゃいましたよ。なんとみやたんこれ8万8000円しました。はい、で8万8000円にプラスアルファこれじゃーん、これもソニーのあのガンマイクって言って、この絵に描いてる通り、この見える、これ、うん、この上にこうやってつけて、これガンマイク、音声すごく拾うの、だから遠いところからの撮影もこのガンマイクっていうのをつけると、あの音を拾ってくれるからすんごいいいの、特に YouTube してる人とかにはね。でこれガンマイク1万1000円します。1万1000円。はい、でこの AX45 が、8万8000円で、このガンマイクが、1万1000円、合わせて9万9000円、まあ消費税とか入れましたら、まあ10万円ぐらいですかね、10万円ちょっと超えるぐらいですか。はい、ということで早速開封していきたいと思います。はい、それでは早速ね、開けていきたいと思います。開けますよ。 YouTuber ならね、やっぱりこういうのもね、やっぱり欲しいなと思っててね、高いからなかなかね買えなかったんですけどね。ねえ、これ保証書とかなんか入ってるわ。うおー、これやね、これやね、片手でやってるからちょっと、うわうわ、速攻落としそう。いやー重たい。あ、結構重たいんやな、結構重たいんやな。さあちょっと開けてみましょうか。おー、そうそう、これブラウン、はい、これですよ、ブラウンですよ、これこれこれ、うわーうわ、シンプル、かっこいい、うわ 4K 出たよ、これデザインがめっちゃいいね、これかっこいいよね、これね、うん。はい、どうすか、かっこいいっすか、みやたん 4K ソニー最新ビデオカメラ買っちゃいました、イエーイ、じゃん、次からこれで撮影するぜ。で早速電源を入れてみたいと思います。これここだよね、これ電源、あら
これあれか、これ先ここバッテリーかなんか入れないとダメなんだ。ほんと10万円出して買った甲斐があったよ。めっちゃかっこいいよこれ。みやたんお気に入りだよこれ。うん、いいよねえ、かっこいいでしょかっこいいでしょ。でガンマイクを装着していきたいと思います。で早速これスポンジです。スポンジとこのガンマイク、このガンマイクにこのスポンジを挿したいと思います。くっつい見にくいなこの光な。うん、穴が開いてます。こうやってこういった穴がね、穴が開いてますに、その穴にうまい具合にこいつを入れていきたいと思います。ガンマイクシュッとこう入れて、下から入れて、これちぎれねえかな、これちぎれそうだなこれ。ここわー怖い、ちぎれんなよ。おー怖い、おーいけた。こんな感じです。はい、ガンマイクスポンジ装着完了です。イエーイ。はい、それでは早速このガンマイクを装着していきたいと思います。はい、でこのガンマイク、下にこのカバーがついてますよね。このカバーね、これこいつを取ってあげる。スライドして取ってあげる。こうこれをねスルッと取ってあげる。するとこういう端子みたいなの出てくるよね、うん、これをこうビデオカメラ上にカチッとスライドさせてつける感じですね。はい、っていうことでね、このどうやってつけるかっていうと、このビデオカメラのこの撮影するこれのこの上の部分ですね、天井のところにこう爪で引っ掛けるところがあります。ここを爪でパカッと開けます。するとこうやって差し込み口が出てきます。はい、でここにこのガンマイクのこのこいつ、これをスライドしてここにこうカチッとこうここに入れるわけですわ。早速入れていきたいと思います。え、これ入ってる、つぶれんといて。おっしゃ、これロックで、ロックするときはここにダイヤルがあるんですよ。このダイヤル、これね、この回すやつ、これこれこれ、こいつを回すとロックになります。くる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 ーと。はい、まあ、こんな感じですね。でこれ開いてこうっすね。はい、どうっすか 4K ビデオカメラ、これで次から撮影していきたいと思いますよ。はい、でまずバッテリーですよね。はい、これ取るんだけど電源入んないの。電源入んないの。ガンマイクつけたらいいんだけど、宮田これ後ろ、これバッテリーつけるとこあるよ。これバッテリー入ってないよね。バッテリー早速つけていきたいと思います。これ初めて充電しなきゃいけないのかな。でも宮田ビデオカメラ買うの人生初なのよ。初なのよ。でなんでちょっとやり方知ってるかって言ったら、あの家にある、あの家のやつはあるんだよ。個人で買うのは初めてってことで、こいつだね、このバッテリーだね。うん、このバッテリーをここに装着するんだね。え、こんなん、あ、こうか。おお、ついた、ついた、映りましたよ。バッテリーはめて、なんかでもバッテリー結構突起物みたいな出てるな。はい、まず画面にこういうのが出てくるんですけど、まずなんか東京とかなんか出てるんだけど、時間を合わせなきゃいけないんでちょっと合わせていきたいと思います。2018年、今は12月だよね。今日8だ、今日12月の8だ、12月の8に設定します。いいやから、サマータイムとかよく分からへんけど OK。 おー、プレイメモリーズ、プレイメモリーズ Go to、 なんかよく分からへんね。押してみよう。なんもなれへんのかいって、閉じて、お、早速ですね、映ってますよ。はい、っていうことでこれで一回撮ってみたいと思います。はい、早速これ録画しております。あ、バッテリーを変えてください。これ初めにバッテリー充電しないといけねえわ。バッテリー、あー、電源落ちたわ。バッテリー初めに充電してねえわ。宮田トラックだから今充電できねえわ最悪だまた家帰って充電するよ。はい、ということで、ちょっとバッテリー充電してないからこれ以上撮れないんですけど、まあだいたい設定できたんで、でやり方もなんとなく分かったんで、かっこいいでしょこれね。
YouTuber らしくなってきた。これ10万円かかったね、この 4K の、ね、ガンマイク付きの、これで次回から綺麗な映像をお届けしますよ。その前にまずミヤタン使い慣れないとダメだな。はい、っていうことで今日はミヤタンのビデオカメラ 4K、ガンマイク付き、10万円相当するやつを買っちゃいました。それの開封動画っていうことでしたね。でこのカメラを使って次回、トレーラーのネタ、ピョン吉とゲームセンターに行ったりね、セルシオを映したりとか、いろんな映像をこいつで撮っていきたいと思います。はい、ここに、早速ビデオカメラ、このソニーの 4K のやつをこのソファーの上に置きたいと思います。そしたらこの子らにどういう風にされるか試してみたいと思います。これ結構賭けですよ。潰されたらどうしようかなっていうのもあるんやけど、はい、ちょっと実験してみたいと思います。はい、早速ソファーの上に置いてみました。おっと、早速気になったようです。あー、もう来た来た来た。あなたが一番危険よ、あなたが一番危険よ。パパ、おっと、10万円するビデオカメラを1歳の娘が今手に取った。これなーに、これなーに、それなんですか。ん、それ何持ってるの、これ、それなんですか。うん、めちゃめちゃ怖いね。落とされそうやわ、ほんま。落とさんといてな、まだまだ使ってないやからな、新品やで。おっと、おお、すごいすごい。続いて3歳の娘、そこに手入れんの知ってんかい、すごいな。ビデオカメラの使い方、ミヤタンより使い方分かってんじゃんこれ。それなーに、それ何持ってんの。カメラ。お、カメラ持ってんのか。それ誰のん、誰のん。パパの。あ、パパのか。それ分かってた、ええわ。いいやろ、かっこいいやろ。うん、かっこいいでしょそれ。テレビ見すぎなこれな、テレビ見すぎなこれ。はい、じゃあ返して。はいはい、じゃあパパに返してください。はい、じゃあこれはミヤタンが持っていくよ。じゃあね、またね、バイ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 。ああ、だ大丈夫大丈夫。近い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 よ。そうかそうか。はい、ということで、ミヤタン戻ります。そんなにびっくりせんでもいいやろ。はい、じゃあね、またね、バイバイ。はい、ということで、このチャンネルが良かったと思う人は、高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。